オイゲン・マインドルは第二次世界大戦時のドイツ空軍の高架両兵部隊の将軍である。オイゲン・マインドルはドナウエス神玄で生まれた。彼は1912年7月27日から砲兵隊で軍役に就いた。第一次世界大戦では小隊指揮官、後に中隊指揮官になりその後第67砲兵。 連帯付けの副官、第52軍団の砲兵指揮官の副官を務めた。マインドルは陸軍で様々な砲兵部隊に勤務した。1924年8月1日に大位に昇進し、1926年9月14日に国防省に配属され、少佐に昇進するまでの10年間をそこで過ごした。1939年11月10日にマインドル中佐はグラーツの 1> 第112山岳砲兵連隊の指揮官に任命された。大佐の時に彼はマインドルグループを率い、なるびくで初めてのパラシュート降下を行った。マインドルの空軍への転籍は1940年11月28日であったが、彼は降下両兵のマインドル突撃連隊を8月9日から指揮していた。クレタ島への空艇攻撃のメルクール作戦で、 マインドルは、プラタニアスバシ近郊に降下し胸に重装を追った。エドガー・シュテンツラー・少佐が、ヘルマン・ベルンハルトラ向け大佐の到着まで、連帯の指揮を取った。1942年2月26日に、マインドル少将は、東部戦線で新たに編成された、マインドル戦闘軍の指揮官になり、9月26日に、第12部航空挺進軍団の指揮を引き継いだ。マインドルは、 東部戦線の陶器の戦闘でなお、揚げ国防軍軍法にも名前が載り、1943年11月5日に、大通高科両兵軍団の指揮官に昇進した。マインドルに率いられた大通高科両兵軍団は、西部戦線で連合国軍の大陸侵攻の最前線で、後にクレイベやライヒスバルトで戦った。マインドルの軍団は、ゴッホやベーゼル共闘歩で華々しく戦った。 マインドルは捕虜になり1947年9月29日まで収容された。オイゲンマインドルは1951年1月27日にミュンヘンで死去した。ありがとうございます。